学んで学ぶチャンネル。それではクロス張り作業2日目スタートです。今日は職人さんのお仕事ぶりを見学させてもらいながらの作業。まずは糊をバケツに入れて攪拌機をドーン。この大きな機械、クロス張りの時に職人さんが使う糊付け機です。でっかーい。テープとクロスを機械にセットして、真ん中の緑のやつでクロスの長さを見ているようです。あっという間に1枚の糊付けが完了です。すごい。事前に計測した必要な寸法でどんどこ糊付けしていきます。こちらクロス張り人生2日目のみーちゃんです。昨日の手順と同様に、まずはパテの粒を落としていきます。全体的に当てたって、パテ入れてへんところとかも見たら、ゴミが出てたりとかしたら、そこに不純物入るからな。一本で上から下までピューッと流してみ。そうそう、それをピューッと流して、でそれを端からピューッと全部流したら全部取れてるぞ。ヘラでパテやゴミを取り除き、気になるところはペーパーを当てます。これ大事な作業です。では本日の作業を見ていきましょう。まずは職人さんの作業。早送りかと思うほど早くて正確でスムーズ、すごすぎです。打って変わって DIY 女子たち、人生2日目一生懸命頑張ります。そんなこんなでクロス張りの作業が終了。さすが職人さん、とっても早くて綺麗です。
それでは次回クッションフロア下地編お楽しみに。